どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきます。こちらの講座では、東北ブロックの6件ありますね。そちらの2020年度の問い51から60までの解説を始めていきたいと思いますので、過去問についてはですね、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、では皆さん準備は大丈夫でしょうか？早速始めていきましょう。問い51番です。止痛薬及び口内炎に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれかということで、誤っているものを選んでいきましょう。はい、誤っているものは、こちらは3番が誤っております。はい、口内炎、3番ちょっと読んでいきますよ。口内炎用薬であれば、ステロイド性抗炎症成分が配合されていても、長期の連用は問題ない。ね、ステロイド薬に関してはですね、こちら長期的に使っていくことは好ましくありませんでした。はい、なので、ここはですね、長期の連用は問題ないではなく問題ありますので、3番が誤りです。はい、では次、問い52番見ていきましょう。禁煙補助剤の相互作用に関する以下の記述のうち、正しいものはどれかということで、正しいものを選んでいきましょう。はい、問い52の正しいのは3番が正解となります。はい、こちらですね、口腔、まず1番ちょっとどこが違うのかとか、順番に見ていきましょう。1番、口腔内が酸性になるとニコチンの吸収が増加ではなくね、ここは低下するためということで、そこのとこですね、他のね、コーヒーとかね、そういったものを摂取はですね避けましょうというところで、こちら1番は誤りとなります。それから2番、アドレナリン作動成分が配合された医薬品との併用により禁煙補助剤の作用が減弱ではないですね。これ減弱じゃなくて増強する恐れがありますので、副作用強く出ちゃいますから、2番は誤りとなります。はい、そして3番は正解。そして4番はですね、心臓疾患の診断を受けた人が禁煙補助剤を使用しても心臓疾患の治療薬の効果に影響はない、影響出ちゃいますから、こちら4番は誤りとなりまして、問い52は3番が正解でした。はい、では次、問い53番。次の記述はビタミンに関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら正しいのはですね、1番が正解となります。 A と B が正解ですね。はい、じゃあ C どこが違うかというと、 C はビタミン B12 は脂質の代謝に関与しと書いてありますね。あとは皮膚や粘膜の機能を正常に保つために重要な栄養素でありますよと書いてありますけど、こちら脂質の代謝に関与するのはこれビタミン B12 じゃなくてビタミン B2 でしたね。ビタミン B2 となりますので、そうであればね、正解となります。それから次、D です。ビタミン E はタンパク質の代謝に関与し神経機能の維持に重要な栄養素ですよと書いてありますけど、タンパク質の代謝に関与するのはビタミン E じゃなくてビタミン B6 ですね。ビタミン B6 となりますので、ここのところ誤りとなります。ちなみにそれぞれのですね、別名ちょっと並べてみましたね。ここね、今回のね、こう試験で問われてくる内容ではないんですけど、大丈夫でしょうかね。一応確認していきましょう。ビタミン A はレチノールって言いましたね。それからビタミン E はトコフェロールでしたね。そうですね。そしてビタミン D はカルシフェロール。はい、ここまでがですね、脂溶性ビタミンと呼ばれるものでしたね。あとはプラス脂溶性ビタミンはビタミン K というのもありましたね。はい、それから今度は水溶性ビタミンに関してね、ここまでが脂溶性のビタミンですね。脂溶性のビタミン。はい、そして、水溶性のビタミンとかはね、いろいろありましたね。ビタミン、例えばここはビタミン B1 ね、チアミンって言ってましたね。それからビタミン B2 はリボフラミン、ビタミン B6 はピリドキシンというところで、このあたり何の代謝に関与しているのかというところもですね、先ほどね、B2、B6、出てきましたね。ビタミン B1 はこれは何でしたっけ、何の代謝、糖質の代謝に、関与していくものでしたので、そのあたりのところですね、押さえておきましょうね。はい、それから、一応書いておきます。こっちは糖ですね。糖の代謝。で、チアミンですね。それから、リボフラビンは、こっちは、あれですよね、脂質の代謝に関与でしたよね。脂質。それから、ピリトキシンは、これはタンパク質の代謝に関与してましたね。
はい。ということで、そんなところですね。それで三大栄養素となりますので、ここのところを気をつけておきましょう。はい。そして、ビタミン B12、シアノコバラミンって言ってましたので、ここのところもですね、しっかりとそれぞれのビタミンの別名ね、しっかりと押さえていただきたいと思います。はい。ということで、問い53番は1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い54番です。需要競争保険薬の配合成分に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。答えはですね、3番が正解となります。はい、3番はですね、A が違いますね。システインは、腎臓においてアルコールを分解する酵素の働きを助けていますよということで、うん、腎臓あるかもしれない、違いますね。これ腎臓じゃなくて、これ肝臓であれば正解となりますので、A は誤りですね。はい、ということでここ、あと B、C、D は正解となりますので、3番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い55番です。以下のビタミン D に関する記述について、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、ビタミン D ですね。はい、こちら先ほどありましたね。カルシフェロールでしたね。はい、カルシフェロールと言ってますのでね、ここ、カルシウムのね、何か吸収とかに関与しておりましたよね。はい、ということで、問い55の答えはですね、1番が正解となります。はい、ビタミン D はですね、腸管でのカルシウムの吸収及び尿細管でのカルシウムの再吸収を促してね、骨の形成を助けてくれますし、ビタミン D の過剰症に関しては高カルシウム結晶とかね、異常あとは石灰化というところが、つながってきますので押さえておいてください。はい、ということで問い55は1番が正解でした。では次、問い56番。漢方処方制剤に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらはですね、答えは4番が正解となります。4番が正解ですね。はい、4番見ていきますと、A は正解ですね。それから B、患者の症に合った漢方処方が選択されれば、効果が期待でき、間質性肺炎のような重篤な副作用が起こることはない。ね。確かにね、症に合ったものをですね、選択していけばですね、副作用がね、極力防げますけど、ただ感染肺炎というね、そういった重篤な副作用起こることもやはりありますので、なので B は誤りとなります。はい、では次 C 行きましょう。用法用量において、適用年齢の下限が設けられていないような場合であっても、生後6ヶ月未満の乳児には使用しないこととなっておりますけど、こちら生後6ヶ月ではなく、生後3ヶ月であれば正解となります。なので、C はですね、6ヶ月じゃなくて3ヶ月というところですね、押さえておきましょう。はい、そして D は正解なので、こちら4番が正解となりました。はい、では次、問い57番です。次の記述は殺菌、ごめんなさいね、殺虫成分に関するものであると、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちらは答えは1番が正解です。はい、A と B は正解ですね。ということで C と D どこが違うのか、 C はピレスロイド系殺虫成分であるフェンチオンはシラミの除去を目的とするもので、人体に唯一直接適用する、人体に唯一直接使うものはフェンチオンではなくピレスロイド系のフェノトリンでしたね。いいですか、ちょっとここに書きますよ。フェノトリンですね。フェノトリンが人体に唯一使っていくピレスロイド系のものとなりますので C は誤り。ちなみにフェンチオンは有機リン系ですね。フェンチオンは有機リン系の殺虫成分となりますので誤りとなります。はい、では次 D。 有機塩素系殺虫成分は、残留性や体内蓄積性の問題から現在では全ての品目が使用されていないとありますけど、有機塩素系一つありましたね。皆さん習ったところ何でしたっけ、覚えておりますでしょうかね。これはオルトジクロロベンゼンというものがありましたね。オルトジクロロベンゼン、これ一応書きます。オルトジクロロベンゼンというものが、これ有機塩素系のものとしてね、一つ皆さんに覚えていただいているものがあったと思いますので、そんなところを忘れないでおいてあげてください。はい、ということで問い57は1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い58番です。次の記述は代表的な衛生害虫に関するものである正しいものの組み合わせはどれかという問題ですね。はい、ここちょっと難しいですよね。全国的にもですね、このように
衛星外需に関する問題がですね、少しずつ出るようにやはりなってきておりますので、ここちょっと難しくなっておりますので、皆さんね、しっかりと確認しておきましょう。はい、では、問い58は2番が正解となります。A は正解ですね。それから B、のみによる保健衛生上の害としては、主に吸血によるかゆみ、ね、それから病原細菌を媒介することはないとはありますけど、媒介することありますので、B は誤りですね。はい、それから C は正解です。それから D、トコジラミの、ね、防除には、ハエとか、ね、ゴキブリなどと同様の殺虫剤を使用することはできないとありますけど、できますので、なので、D は誤りですね。はい。なので、特にですね、トコジラミ、ね、体長が比較的大きいので、なので、なんかこう、掃除機とかでね、シュイーンって吸うこともできますから、なので、そんなところね、D は誤りとなります。なので、こちら、答えは2番の A と C が正解となりました。はい。では、次行きましょう。問い59番です。一般用検査薬に関する以下の記述の正誤について正しいものはどれでしょうかということで、はい。こちら、答えは5番が正解となります。問い59は5番が正解です。D が違いますね。D は正しい方法で検体を採取し、一般用検査薬を正しく使用すれば、偽陰性、偽陽性を完全に排除することができるとありますけど、排除することはできませんので、ここが誤りですね。はい。ということで、問い59は5番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い60番です。次の記述は、尿糖、尿タンパク検査、および、その、検査薬に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、問い60、答えはですね、こちら3番が正解です。はい、3番、B と D が正解ですね。じゃあ A どこが違うのかということで、尿は食事、その他の影響を受けることがなく、常に正確な検査結果が得られるではなかったんですね。尿は通常は弱酸性でした。ね、弱酸性でした。ただ、食事の影響で、中性から弱アルカリ性の方に、傾いてしまいますので、通常は尿はですね、弱酸性。そして食事の影響で、中性から弱アルカリ性の方に傾いてしまいますので、食事の影響を受けますので、A は誤りです。はい、そして C。尿タンパク検査の場合、原則として、食後2、3時間後の尿を検体とする。ね、これ誤りです。ね、こちらはですね、原則として食後1、2時間ね、1、2時間となりますので、ここ C は誤りですね。ということで、問い60は3番が正解となりました。はい。ということで、このようにですね、皆様、ちょっとずつ難しい問題も入ってきておりますけど、まだまだ標準的な内容が多いですので、ぜひぜひしっかりと復習して、ね、繰り返し繰り返しできるようにしておきましょう。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE アット登録していただきますと、試験情報だったりとか、あとは、何か質問とかをお受けすることもできますので、無料ですので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい、ということで、本日も皆さん大変ありがとうございました。